徳島市の県立近代美術館。こちらでは現在企画展市原有則藩のワンダーランドが開かれています。市原さんは北海道を拠点に活躍した阿南市出身の版画家で、現代版画の遺産と言われており、今回は不思議な魅力に満ちた版画とその原版など180点のコレクションが展示されています。歯車とかそういう機械部品の意外な表情をすり取った金属版画の分野が一つあります。でもう一つは今私のこの後ろにありますけれども、黒一色なんですが、これはモノタイプっていう手法で刷られています。この人の描いている世界っていうのは何かに見えそうだけれども、何とこう決めつけられないというか、見る人によってこう何か不思議なものを感じ取ったりとか、何かストーリーを見たりとか、あるいは本当にこれ見たことあるっていうのはどこかの星の風景だっていうようなことをおっしゃる人もいるし、本当に見る人によっていろんなことがイメージできるというのが市原ワールドだと思うんですよね。距離によっても見え方が違うなど、魅力に包まれた壮大な作品の数々。皆さんも版画の世界を間近で体験してみてはいかがでしょうか。